山田陽子です。過分なご紹介いただきましてありがとうございます。またえ、今日は本当に年度末のお忙しいところ、そして、朝雪が降っておりまして、今日はどうなるのかなと思うようなお天気でございましたが、遠方からたくさんの方々お集まりいただきまして本当にありがとうございます。今日は人生心理学イメージ画と語りということで少しお話をさせていただきたいと思います。今日お話しするのはおよそこの4つのテーマなんですが、人生心理学イメージ画という語りというテーマで私が長年取り組んできました研究の中から4つほどのお話をしたいと思います。主に1番目は目的と方法について、2番目と3番目は人生のイメージ地図と私の母の関係イメージという、2つの研究を具体例にお話をしたいと思います。最後はまとめになります。最初に何を目指すか、どのような方法かということですが、これは私が長年の間学生さんたちに言ってきたことなので、私の指導生はあ、また出てきたというふうに思うかもしれませんが、問うて学ぶ学問とは何だろうかということですね。私は問うて学ぶことというふうに言っています。で、強いて努める勉強とは違うんだ。で、正しい答えを求めることももちろん大事なことですが、正しいとは何か分かりませんから、どのような問いを立てるか、どのようなものの見方をするかが重要である。それが学問にとって最も大事なことであるというふうに、私自身の学問観としては考えてきました。それから研究者にもいろいろなタイプがあると思うのですが、私にできる仕事は、あるものの見方を提示することではなかろうかというふうに考えてきました。もう一つですけど、これもよく質問されるので、これもお答えにはならないんですけど、なぜひらがななのですかっていうふうによく聞かれます。それで、たくさん答えが実はありまして、たくさんの物語があるんですけども、一つだけお話ししたいと思います。大体30代の半ばぐらいの時に、今そういう年代の方もおられると思うんですけれども、一体自分は、研究者になることは決めてたのですが、その中で何をしていったらいいのかっていうふうに真剣に迷った、そしてどうしたらいいのかっていうふうにいろいろ考えた時がございました。その時に、ひらがなの発想といいますか、日本大和言葉の発想といいますか、あるいは日本語の発想というものに行き当たりまして、その時にひらがなに書いたんですね。で、日本語は2つの発想の重ね合わせではないかというふうに考えてまして、私の名前は平凡なんですけど、山にがあって田んぼがあって陽子、これ英語にしますとマウンテンライスフィールドオーシャンチャイルドっていう風になって、こういう風に自己紹介すると海外ではとてもすぐ分かってくれるんですけど、山があって田んぼがあって、そして海に囲まれた子供って、これもしかしたら日本の原風景じゃないか、この平凡な名前もなかなかいいじゃないかと思うんですが、漢字の発想というのはこういう風に風景がビジュアルに絵に見えるようになります。それに対して大和言葉の発想はまた違っていて、山田陽子というふうにですね、声の響き、特に母音の響きが強調される。それから一つを音に一つ言葉というふうに言われるように、またその大和言葉の一音一音の持っている意味というものもありまして、その2つを重ね合わせていけないかなというふうに考えています。良好というのは私が好んでいる宗旨の言葉なんですが、2つながら行われていくという意味で、矛盾を含みながら重ね合わせていくという、そういった意味を込めています。それから何を目指すのかということですが、これを端的に日本文化に根ざした文化に開くというキャッチフレーズに自分ではしているのですが、これも30年以上前に読んだ
限界芸術論という本の中に木下純二さんの聞き耳好きに寄せて本当に書かれた数枚の短い評画、鶴見俊介さんの、劇批評がありまして、そこの言葉ですね、それに出会ってずっと私はこの言葉を大事にしてきました。いや、この頭巾は死んだお父様の譲り物だが、こういう面白いことがあるとは俺は今日の今日まで知らなんだ。いや、お父様もきっと知らなんだに違いねえ。僕たちもこう言える時が来るならばと思う。古びた頭巾のほかに何を持っていないのだが、この頭巾が僕たちには惨めなものと見え、引け目に感じられるばかりで、これの使い方がわからない。僕たちの身についている唯一のものであるこれについて、いつかは新しい方向においてこれを使う工夫が立つようになるだろうか。という、僕たちの持つ最も確かな思想、僕たちの心の底の最も親しい感情、そういうものに頼りながら、それら自身を創造の領域に解放して、新しい可能性を打ち開くことによって、僕たちの精神の改作に役立てること。これが私のやるべき仕事かなというふうにずっとまあ大事にしてきた言葉です。東日本大震災があった今年はとりわけ、なんか新しいものをどんどん獲得するというよりは、自分たちには常に持っているもの、身につけているものを大事にしながら、それを新しい可能性を打ち開いたり、精神の解釈に役立てられないかなというふうに、今ますます思うようになっています。目的、心理学は 何を捉えるかということですが、心理学というのは伝統的に個人に焦点を当ててきたと思います。それから社会学は社会に関心を持ってきました。で、私のアプローチは伝統的な心理学のアプローチともまた違っていてですね、まあ、人々の心理学、フォークサイコロジーというふうに今考えています。で、それは何かというと、ごく普通の人々が普段何気なくイメージしたり語っていること、どこにでもある当たり前な平凡なことですね。それを、まあ、目に見える形にして捉えたい。で、まあ、心理学は伝統的に心の世界というのを個人の中に、内の中に閉じた世界というふうに、内的世界というふうに考えてきまして、それのプロジェクション、投影というふうに、考えてきました。それが外界に投影されるというのではなくてですね、人々に共通する共同世界として捉えようというふうに考えています。まあ、個人に焦点を当てるという、それはそれで大事なのですが、そのこのような絵を描く人はどのようなパーソナリティなのですか、このような絵を描く人はどういうバックグラウンドなのですか、というふうなことを問うていく問いです。それに対して人々がたくさん描いた絵を集めて、その共同世界を見ていくというのも、が私のやろうとしているアプローチになります。次に、人生心理学新しいモデルと方法論の提案ということです。私のやろうとしていることは、まあ、そういうことかなということなんですが、まあ、障害発達心理学の新しい見方やモデルを提案すること、まあ、新しいものの見方を提示していくこと、それ特に日本文化に根付くというのか、まあ、私たちの身についたものや感じ方や私たちが普段やっていることをもとにものを考えようとしますと、私たちの学問が、まあ、心理学だけではないのですが、西洋の学問の理論や方法論を輸入して作られてきました。で、それどうしてもちょっと違和感がある。で、私は日本文化の根っこにあるものの考え方や考え方を大切にしながら、まあ、それを世界に発信していけないかというふうに考えています。それは私的心理学の方法論でやろうということで、まあ、方法論自体もモデル構成的フィールド心理学、あるいは最近は多性対話モデル生成法と呼んでいるのですが、まあ、そういった方法論で、何か言えないかということを考えてきました。で、その中の具体的な方法の、まあ、一端を今日はお話したいんですが、イメージ画による語り、ビジュアルナラティブと呼んでいます。今日のテーマの副題がイメージ画と語りなんですが、実はそれは別々のものではなくて一体になったもので、イメージ画によって語るビジュアルナラティブということですね。
で、ナーチョの定義っていうのはたくさんあるのですけれども、まあ、ここではブルーナーに沿って経験の組織化オーガナイゼーション・オー・エクスペリエンスですね、経験を有機化していくこと、それから行為を意味づけること、アクツ・オブ・ミーニングですね、そういったことを、ナラティブと呼んでいます。で、まあ、私の言葉で言えば2つ以上の出来事を結び合わせる作業のことです。まあ、編集作業のことですね。行為自体あるいは出来事、それをどうやってこう結び合わせていくか、組織化していくか、編集していくか、それをまあここではナラティブと呼んでいます。でビジュアルナラティブというのはまあ、ナラティブ研究がやっぱり西洋中心にできてきたので、初めに言葉ありきの世界ですから、まあ、非常に言語偏重である。で研究の中核にはナラティブターンというふうに案があるとよく言われるんですが、ナラティブ的なものの見方への価値転換というのがあったわけですが、21世紀になってからですね、まあ、それを次はビジュアルターンだよっていうふうに、まあ、この間やってきましたウィーン大学の人たちとも、私たちはビジュアルターン、次の世代は次はビジュアルターンだっていうふうに、まあ、言ってるんですが、まあ、そういったものを目指して、それから、まあ、これはイメージ画によって語る方法であって、イメージドローイングメソッド IDM というふうに言ってるんですけれども、文化の全くカルチャーフリーではないのですが、文化の制約を超えてコミュニケーションしやすいと考えています。で、まあ、今までやってきました主に3種類の多文化研究をやってきましたが、一つは人生のイメージ地図というもの、もう一つは私と母の関係イメージ、もう一つはこの世とあの世の関係イメージというものです。人生のイメージ地図は、まあ、人生観の形、過去現在未来を結ぶビジュアルライフストーリーですし、私と母の関係イメージは自己観と対人関係の形、自己というものが他者と切り離されたものではない関係概念だというふうに考えていますので、それをまとめて、見ています。それからこの世とあの世のイメージは視線感の形を調べるものです。インストラクションはこのようで、人生のイメージ地図は例えばあなたの人生、過去現在未来をイメージして地図に描いてください、説明を付け加えてください。私と母の関係イメージは幼い時のあなたとあなたのお母さんの関係をイメージして絵に描いてください。これは幼い時と現在と未来を3枚の絵に描いてもらいます。今日は主にこの3つの研究のうち2つをお話したいと思っています。それでは人生のイメージ地図、多文化研究から、まあ、少し具体的な内容に入ってお話をしたいと思います。先ほどのようなインストラクションで、あなたの人生をイメージして1枚の地図に書いてくださいという、そして説明を付け加えてくださいという単純なインストラクションですね。そして日本と、イギリスとオーストリアの学生さんを中心に書いてもらっています、まあ、違う年代の人たちの絵もありますが、それが8つの基本的なストーリーに、まあ、なります。一般的なストーリーとして、クライミングストーリーと名付けられると山登り型、それからエクスパンションストーリー拡張型、それからロードストーリー道行き童貞ストーリーですね、それからイベントストーリーと呼んでいるもの、それからチョイスストーリー、フローストーリー、サイクルストーリー、ビーイングストーリーというふうに名前をつけています。その具体的なものを少し見ていただきたいと思いますが、まあ、こんなようなのが山登りクライミングストーリーですね。左の方にありますのはイギリスの大学生の絵で、右の方は日本の大学生の絵です。で少しイラスト化しましたので、元はイギリスの大学生の絵のように、鉛筆書きであったりペンであったり白黒で、右の方は、まあ、色がついているのですが、いずれにしてもこう山登りというのは登るばかりではなくて上昇と下降と両方含まれる、左のように含まれる場合もありますが、人生を登っていく、あるいはそこから降りていくというふうに見なすような絵です。これは
先ほどのイギリスの学生 の、 あの説明文なんですけど、まあ、細かくはあまり読みませんが、まあ、日本とイギリスどこが違いますか、まあ、いや文化研究、異文化と昔は言われてたんですが、クロスカルチャーの研究をするときに多くは日本とアメリカはこんなに違う、日本とイギリスはこんなに違うという違いを強調するものが多いのですが、私は共通性の方をむしろ見ようとしています。そして違いを見つければ もちろんたくさん細かいところもあるんですが、一番大きな違いは彼らは絵よりも、絵はものすごく楽で、絵は日本の学生の方が上手なんですが、こんなにたくさん説明をつけます。これはこの学生に限ったことではありません。日本の学生はほとんど、説明を書かない、まあ、これだけこう言語でもって説明する文化だというふうに言えると思います。ただ今ここでは共通性の方に私は着目していますので、これについてはここだけということですね。それから今は大学生の絵をお見せしましたから、山登り型っていうのは、まあ、これから将来未来を向かっていく、大学生若者の絵だろうというふうにお考えの方もおありかと思いますが、これは70歳の男性の方が描いた絵で、やっぱり山登りで未来は見えていません。ですからこれはやっぱりナラティブ、物語なんだと思うんですね。ですから若いから山登りであって70歳になったらそうじゃないということではなくて、やっぱりその人の持っている人生観というふうなものを表しているんだろうというふうに思っています。ですから年齢に関わらず、やはり同じような絵が見られるということです。文化に関わらず、あるいは年齢に関わらず、基本的な一つのストーリーとして山登りストーリーがあるというふうに考えています。あと同じようにこれは拡張ストーリーですね。左は、イギリスの大学なんですけど、ルーツはアメリカ人で、過去、現在、未来に向かってどんどん広がっていくというストーリーですね。右側は日本の学生が描いた絵です。これが3番目のロードストーリーと呼んでいるもので、左側がやはりイギリスの学生、右側が日本の学生で、まあ、非常によく似た絵を描きます。道路は もっと複雑になったり、いろいろな道路がありますが、まあ、これは単純なものですが、ロードストーリーと呼んでいるものです。でこれはイベントストーリーと呼んでいるもので、いろいろな出来事で人生が構成されるわけですね。生まれてから幼稚園に行って、そして小学校に行ってというふうな、いろいろなイベントで構成される、人生。これはチョイスストーリーと呼んでいるもので、選択、分岐があって選択して人生が成り立っていくというようなストーリーです。これはフローストーリーと呼んでいるもので、まあ、川の流れに沿って流れていくとか、あるいは風のまにまに飛んでいく風船というふうなものですね。自分の意思というよりは周りのものによって流れフローしていくという人生観です。これがサイクルストーリーと呼んでいるもので、循環する、あるいは円形になっていく、繰り返される、そういったものが描かれている絵です。左は、イギリスの大学生なんですが、この人はルーツがインドで、いろいろな重要な要素ですね、土とか火とかそういったもので、世界が円環になっていくという絵です。これは8番目の最後のビームストーリーと、いる、ここにいるストーリーというふうに呼んでいるもので、どこにも行かないでここにじっと立っている、あるいは座っているというような絵です。ざっと8つのストーリーをお見せしました。その中で少し詳しく大事なものを見ていきたいと思います。最初に見たクライミングストーリーですが、山登りですね。で現在、過去、現在、未来を描いてもらって、一枚の絵に描いてもらっているんですね。まあ、過去いろいろ落とし穴があったり悩みがあったりして、現在が、で未来は雲に隠れて見えないっていう、まあ、典型的な絵の一つですが、これはこういうクライミングストーリーというのは、新しい都のモデルといって言えば
まあ、成長モデルというふうに言えると思います。で特にリニアプログレッシブモデルと呼んでいるのですが、線形進歩モデルですね、一つは直線的である、時間が戻らないですね、どんどん前へ進んでいくということと、もう一つは進歩あるいは上昇というものがその中に組み込まれている、こういったのを、まあ、成長モデルということもできますし、線形進歩モデルというふうに一般化することができるのではないかと、まあ、思っています。こういう図式は、まあ、発達心理学の中にはいっぱいありまして、これは発達心理学のテキストの一つですが、まあ、発達は、なだらかなのか、あるいは段階があるのかって長年私たちは議論してきているわけですが、まあ、段階があろうがなだらかな坂道であろうが、いずれにしてもここで描かれているのは横軸に年齢を取り、縦軸に発達レベルを取り、だんだん上がっていく、まあ、最近は障害発達なのでだんだん下がっていくのもありますが、いずれにしても上がる下がるで、世界を見ていこうというモデルになっています。で先ほど言いましたように、大人になるまで子ども時代だから登っていくのかということを言うかというふうに思われるかもしれませんので、中年期のモデルも一つ出してみました。これはレビンソンの障害発達心理学のモデルで、彼はライフサイクルと呼んでいるんですが、まあ、エリクソンも同じですが、ライフサイクルという言葉は使っているのですが、サイクルにはなっていないで、モデルとしては上昇の階段型ですね。一番左が年齢なんですが、ちょっと見にくいかもしれませんが、17歳から中年期を中心とした段階図になっています。それから今のようなリニアプログレッシブ、線形前進モデルと呼んでいるものですが、と非常に大きくリンクしているのが、ここでいうトリーモデルだというふうに思っています。これは先ほど見ましたチョイスストーリー、これ日本の学生が描いた非常に興味深い絵なんですけれども、人生、これは人生には無限に近い分岐点があり、そのどれもが違う人生を生む、またその全ては漏れなく死につながっている、だから誕生と死は全て誰もがあると。ただ誕生から T 字路、分かれ道がありまして、そこには見えないインビジブルゲートというものがある。右側の人生を歩むとですね、フェンスやドアやブッシュとかいろいろ障害物が多くて、しかも早く死ぬと。で左側はそういったものがなくて、なおかつ長生きする。で右を選ぶか左を選ぶかによって人生が大きな分かれ目になるという、そういう分岐モデルになっています。でこれもなぜリニアプログレッシブかといいますと、線形ですよね。時間は一方向に進んでいって決して後戻りはできない。一度左右を選んだ人が今度は左を選ぼうというふうには重なり合いはなくて、戻ることもできなければ逆方向に行くこともできない、もう必ずそっちへ行くというモデルになっています。それからトリー型のモデルでして、分岐、分ける、分類、分ける発想と呼んでるんですが、分類や分岐によって、分かれていくというモデルになっています。それからもう一つは始まりと終わりがあるということですね。物語論では始まりと終わりと真ん中という物語のナラティブの定義もあるんですが、まあ、始まりと終わりを作るかどうかっていうのもこの線形だからこそ作れるということが言えると思います。だからオリジン、あるいは起源、あるいはゴールや終末というものを仮定するかどうかということもこのモデルに関わってきます。それからもう一つ、先ほどの山登りも同じなんですが、これが個人モデルであるということですね。インディビデュアルなモデルで、インディビデュアルというのはまあ、世界をディバイドする、分割して、インというのはノットという意味ですから、これ以上分割できないものというのが個人ですね。これは、まあ、物理学でおけるアトムと同じ語源なんですけれども、世界をディバイドして理解していこう、分けて理解していこう、分けて理解する分、ですから分類、分岐、あるいは分析して、そしてこれ以上もういけない、これ以上分けられないもの、究極の個というものが個人という概念になります。でこれに対して、関係性を中心とするものの見方というのはまた違うわけで、
ここには関係性は現れていない個人モデルだということですね。でそういう意味で先ほどの山登り物とこのチョイスモデルというのはある種 の, あのそういう世界観を表している、個人が書いたストーリーではありますが、まあ、そういったモデルとして考えることもできるというふうに考えています。この夏に、まあ、いろんなところでこういった絵を持っていきまして、そして、国際的に、研究者と議論を重ねているのですけれども、この夏にシカゴ大学に行ってライフストーリーの研究者のマクアダムスたちと議論したときに、このインビジブルゲートは何だっていうふうに、まあ、質問されて、改めて、まあ、インビジブルゲートに何だろう、というのは彼らの質問はなぜ見えないゲートなのか、ゲートっていうのは見えなきゃいけなくて、しかもチョイスするわけだから自分の意思で選択するはずでしょ、選択するはずなのに見えないゲートだったら自分で選択できないじゃないかっていうわけですね。だから意思的に選択して狭き門から入れっていう、基本的に自分が選択して、ゴールを目指していく、あるいは、選択して狭い門から入っていくか行かないかっていうのをチョイスするという意味での選択とは、まあ、少し違う、まあ、非常に日本的といえば日本的な選択なのかもしれない、運命が振り分けられてしまうというような、部分があるのだなということに、まあ、気づきました。こういうふうに細かいところを見ていくと微妙な違いをもとにしてまた、お互いの理解が深まるということはあります。ただ全体としてこれが分岐型のモデルだ。で分岐型のモデル、ツリーモデルというのも、まあ、いろいろなところで使われております。これはマヤ語を示したものですが、まあ、分ける発想で分類 分割ですね、そして分岐階層になっている、そして一方向に進んで、これは終わりはないんですが始まりがあります。まあ、進化のモデルもツリーモデルで表されることが大変多いのですが、これも、まあ、先ほどのシンポジウムでファクト、事実とは何かとか、トゥルース、真実とは何かという議論があったんですが、まあ、事実をもとにしているけれどもモデルである、ある種の物語で世界をこういう見方で見ればこういうふうに見える、でも違う見方のモデルもあるだろうというのが、まあ、私の見方ですね。ツリーモデルのもう一つ の, 典型的なのは、こういうふうに二元分割、分ける発想ですから、二元分割をして階層化していく、まあ、例えば上と下があるとか、紙と人とか、あるいは白と黒というふうに、分ける発想ですね。で分ける発想の場合には何が必要かというと、境界を非常にはっきりさせることが重要です。カテゴリーに分ける、分類する場合も同じですが、私たちが数量化してカテゴリーに分けるときには境界をはっきり定義して、これは白になるのか黒になるのかっていうのを、まあ、操作的にでも定義してはっきりさせないといけません、まあ、それが二元分割ですね。で、まあ、一般的なツリーモデルの一つの例は、まあ、やっぱり十字架のキリストだろうと思います。で死んでしまってもどうしてキリストは立ってるのでしょうっていうふうに非常にびっくりされまして、そんな発想でこの、キリスト像を見たことがなかったようなというふうに、まあ、言われます。で、十字架にはもちろんいろんな意味があると思いますが、死んでも立つ身体像ですね、体で高みを目指している、やはりこれは非常に象徴的なモデルだろうと思っています。だから、まあ、これは科学絵本に載っているものなんですが、大地でさえこう立つように描かれている、地球とつながってはいるんですけど、まあ、やっぱり世界をどういう見方で見るか、同じ事実があったとしても、あるいは同じ大地の姿があったとしても、表象の仕方、イメージ化の仕方、表し方は違うように思います。これは今本当に神話というものが、まあ、どこも失っているわけですが、神話を失った現代のツリーモデルと書きましたが、サクリファイスという、まあ、タルコフスキーのロシアの映画なんですが、うん、それはもう木を立てられない、父親は子供とコミュニケーションをしようとするんですが、言葉が通じなくて、子供には全く伝わらない、父親一生懸命語るんだけど子供には伝わらない、まあ、タルコフスキーの映画はどれもコミュニケーションの不可能性というのをテーマにしているんですが、
そして父親一生懸命木を植えるんですね。植えるんだけれども、これは生きていない木で枯れてしまって根なしのなんです。よく見るとちょっと見にくいかもしれませんが、下に瓦石で支えている。ですから枯れ木なんですね。で、父親が生きている間は子供は全然父親の方を見なかったんですが、父親が死んでからバケツで水をやり出す。まあそれでもまた根元に寝転んだがっているとか象徴的ですが、いずれにしてももう生きていないので、いくら水をやっても育たない木なんですけど、それでも立っている。一つのやはりツリーモデルの、まあ、現代風のツリーモデルかなと思っています。それに対してもう一つもう一つのモデル、こちらツリーがいけないというんじゃなくて、ツリーモデルは私たちも非常によく理解できる。もう一つサイクルモデル、サイクルストーリー、これも私が非常に好んでおりまして、いろんなところで見せるものなんですけれども、これは日本のものです。この人の場合にはこの自分が生まれるところがここなんですけれども、生まれてから私自分の人生が始まるわけではなくて、最初に木がある、生態系があるわけですね。そしてそこにだんだん実がつき出す。この実はすごい綺麗な実と書かれています。多分両親かなと思うんですが、要するに自分が生まれる前にも生き物の世界があって、そしてそこにも前のリンゴがあって、そしてここで自分が生まれる。そして、この人の人生はというかリンゴの人生ですが、ひたすら下降なんですね。先ほどの上昇じゃなくて落ちていくわけです。で、現在摘み取られなくて残っている大学生ですから、若さの盛りなのにちょっとわびしい人生に見えるわけです。摘み取られなくて残っている。そして地面に落ちる。ここで死ぬわけですね。だから生まれてから死ぬまでは上昇どころか下降なわけですが、その後が物語でつないでいると思います。これが物語の力だと思うんですけど、死んでおしまいというのではなくて死後まであるんですね。で、地面の栄養分になって直接自分の子孫を残すとかいうのではないんですが、点線でまたこの円環の中につながれていく、循環していくサイクルの中の一部に自分の人生があるという、そういう絵ですね。だからサイクルの中に、あるいは世代間の流れの中に、あるいは生態系のサイクルの中の一部として自分の人生が組み込まれるという絵なので、非常に私はこれをジェネレーティブ・ライフ・サイクルモデルの一つの例として出しているのですが、これは海外へ行っても非常によく分かってもらえて、感動されます。で、やはりこの夏にシカゴに行った時に、摘み取られなくて残っているってどういう意味だろうってやっぱり質問されて、はたと考えたのですが、なぜこれが徹底してリンゴの視点で書かれているってことに、その時に気づきました。というのは、人間の視点であればリンゴというのが全うするということは、美味しい果実になって多くの人に食べられてよかったねっていうのがいい人生っていうか、いいリンゴ生活になるわけですが、リンゴから見れば人に摘み取られなくて残っているのはやったってことですよね。だって自分の子孫も残せるわけですから。だからこれは必ずしもネガティブなことではなくて、全くこう視点が違う、リンゴの視点でこれが描かれているということにも気づかされました。で、先生的ライフサイクルモデル、ジェネレーティブライフサイクルモデルと呼んでいるものは、先ほどのようにリニアプログレッシブモデルと比べると、一つはサイクルする時間、サイクルというのは必ずしも円環になるということではなくて、循環する、戻るとか繰り返すとか、そういったものを含むということですね。そして始まりと終わりがない、ということは生成していく変化プロセスの方を重視しているということです。始まりと終わりを重視しないということですね。それから重ね合わせがある、ずれのある重複と反復がある、自分の人生と両親の人生、そして生態系の、サイクルというようなものが重なっていくということです。それから個人よりも世代間の関係性というものが出てくる。それから境界を分ける、境界をはっきり分断するというよりも重ね合わせの結びが大事になってくる、焦点の合わせ方、物の見方、どっちを中心に見るかという見方が違ってくる。
それから価値の転換が行われている、加工やしというものが別の意味を持って現れてくる。から物語、想像力によってこれはサイクルを作っているわけなので、サイクルというファクト、サイクルという事実があるかないかというよりは、これは世界をどういう物語で見ていくのか、どういうものの見方で見ていくのかということと関わるんだろうと思っています。で、サイクルモデルは古い昔のものには日本にもヨーロッパにもあるのですが、これは熊野勧進十回曼荼羅の一部ですね。やはり人生を、サイクル、しかもあの世も含むサイクルでつないでいる。で、これは、ゲーテの詩、左側は色彩観のモデルですが、色彩観というのは生成的に色彩を生み出していくような、しかも対極にあるものとも関連づけるようなモデルになります。で、光というのはニュートンのようなこのスペクタルモデルでも表すことができるんですが、どっちがいいかどっちが正しいかということではなくて、どっちが事実を反映しているかということではなくて、世界観の違いでして、何を重視するか。光スペクトルでは一方向的にいきますから、ある種の数値を当てはめるには非常に都合がいいんですけれども、光の波長という点だけに注目するとそのモデルになるんですが、ね、赤と青が対極になるというような関係性は表すことができないということですね。で、もう一つ注目するのは、日本の平安時代の重ねの色目というのがありまして、たくさんの組み合わせがあるのですが、今のちょっとまだ今日は雪でしたが、春のものを集めてみました。それでそれぞれに名前がついている。これが梅で、これが梅重ね、裏梅、紅梅、紅梅匂い、つぼみ紅梅というふうにありまして、これがシステマティックに並んでいるか、例えば中心になるような梅とか桜とか柳というのがあるんですが、それはまあ白があるからそういうのを中心にそこから展開していくのかと思うと、必ずしもそうではなくて、ボタンは逆になってたり、これが桃ですから何で桃はこう3種類重ねて桃だろうとかいうふうにリズムで考えると訳が分からなくなるんですけれども、まあ、このずらしですね、これが十二人になるとさらにいくつも重なるわけですけど、ずらしで、あるいはずらしと重ねで作っていくこの色合いの妙に関心があるわけで、システマティックにあるものを並べるというのとは全く発想が違うわけですね。その重ねの色目も何を中心しているかというと、区切って、これ白と赤ははっきり違うと、白と黒をはっきり区別するという分ける発想ではなくて、重ねていくモデルになるかと思います。で、先ほどのサイクルモデルと、そして重ね結びモデル、生成的ネットワークモデルと呼んでるんですが、そのジェネレーティブネットワークモデル、生成的網目モデルというのは、むしろ重ねは去るその結び目のところを大事にするモデルになるかと思います。ですから始めと終わりはいいし、そして直線的に進んでいくとは限らない。ただあるものとあるものが重ね合わさっていく、そこのところを焦点化するモデルですね。それとサイクル、それは循環しますから、循環するというか、元に関しても円環にはならないかもしれませんが、重ね合わせモデルとサイクルモデルはつながってくると考えています。で、最後に今までのモデルはもういくらか論文にも書いてきましたのですが、これから、まあ、モデル化していきたいなというふうに考えているストーリーは、このビームストーリーです。いる物語ですね。これはイギリスの学生が描いた絵なんですけど、ルーツはギリシャから来た子で、そしてずっと自分の人生はずっと海を見ながら座り続けているという絵です。そして、海のパースペクティブがどんどん変わっていくし、そして変化もしていく、そして、それはすごくチャレンジングでデンジャラスでもあるし、アトラクティブでもあるというふうに説明がついています。で、ずっと座り続けるというわけですね。場所、まあ、トポスと呼んでますが、トポスにいる、あるいは居続ける、で、動かない、とどまる、保持する。で、身体としては待つ、時間的に待つ、あるいは、やってくるのを待つ、あるいは座るとか寝るというような身体性ですね。で、まあ、今までのモデルというのはどちらかというとアクティブにどんどん変化していくことこそいいものである、まあ、ビカミングストーリーなんですが、何者かになっていく、私には特にビカミングストーリー、あるいは
成長物語というのが非常に好まれてきたわけですが、何もしないそこに居続けるストーリーで、これは現在のような東日本大震災やあるいは震災だけではなくて原子力とかいろいろだり私たちが進歩モデルでやってきたことをもう少し見直すときには実はとても大事なものを含んでいるモデルではなかろうかと考えています。で、とどまるっていうのは、まあ、ステイどこに書いているのですが、つい最近亡くなったスティーブ・ジョブズさんのスピーチの最後はステイ・ハングリー、ステイ・フリッシュでしたから、あれ成功物語ではなくてどんどん進んでいく物語ではなくて、あれだけアクティブにいろいろ活動した人がステイ・ハングリー、ステイ・フリッシュって言ったっていう、このステイっていう言葉の持っている意味をもう一度見直したりしています。それからインディペンデント紙が、イギリスのインディペンデント紙が東日本大震災の時に、頑張れ日本、頑張れ東北という日本語で1年にメッセージを書いてくれました。でそれは英語にすると Don't give up になっているんですね。諦めるな、要するに、世界を驚かせた日本人のいいところというのは、なんていうかな、忍耐強く耐える、ホールドオンすること、こういった言葉をもう一度、これは日本だけではなくて世界にも通じる言葉だと思いますが、こういった、ビームストーリーの持っている、可能性についてもう少しこれから考えていきたいなというふうに思っています。でその時の身体姿勢ですね、これは座る身体ですが、寝る身体というのもありまして、先ほどのキリスト像と、対極に立つがのが、仏涅槃図だろうと思います。寝る仏画ですね。で日本には三年寝たろうというような民話もありますし、家宝は寝て待てということわざもあります。ゴールを目指して意思的に出ていって、段階を経て達成するモデルではなくて、一見消極的に見える居続けるモデルであるとか、身体性の持つ強靭さというのを、もう少しモデル化して発信していくいけないかなというようなことを今考えています。残り時間が少なくなってきたのですが、次に私とは関係イメージの方からいくつかお話したいと思います。これは簡単にいきたいと思います。私とは関係イメージもやはり同じように共通性と多様性を見ています。共通の包むと支える見守るというような9種類の私とは関係性をこういうふうなネットワークモデルで作っています。これも分割するカテゴリーに分けるわけではなくて、包むと支えるの間はずっとつながっている、支えると見守るの間もつながっているというふうに、見ていくモデルで、これが結び目になるわけですね。ですから、生成的な網目モデルで表しているわけです。でこれが包むの例ですね。お母さんの中に自分が包まれている。で左がこれは大学生の絵ですが、いわゆる日本の大学生、右はイギリスとアメリカの大学生の絵です。こういうふうにちょっとざっと見ていきたいと思います。これは包む、これは支えるですね。何度も言いますようにカテゴリーに分けることが重要ではなくて、そのコアになるような結び目になるような中心的な基本パターンをお見せしています。で左が日本の大学生の支える、親が目の上に子が目が乗っていたり大木にもたれていたりするような絵ですね。そして右がイギリスとアメリカの大学生の絵で、こういうふうに並列的に並べて、共通性を見ています。で見守る絵です。後ろから子どもの成長を見ている、見守っているですね。そしてこれは並ぶ、並ぶときには対等性が強調されますので、日本の絵もイギリスやアメリカの絵も、こうはかりの上に乗っていて母親と自分が同じ対等だということをあえて強調しているような絵があります。これは向き合うですね。向き合ってお茶を飲んでいたり向き合って、話をしたり。でこれは離れる、空間的に離れる、あるいはこう、そっぽを向いている。日本の学生は本当にアニメや漫画をで育っているのは伊達ではないなと思うんですけど、本当に表現が巧みでして、お母さんがこういうふうに
足だけ、非常に怖いですね、体の一部しかない。そしてこの片隅に、自分が、これよく見えないかもしれませんが、膝小僧を抱えて話しがいる、これだけの空間的な距離があるとか、あるいはこれは目だけなんですけど、あの悲しげにお母さんの後ろから見てるけど、お母さんは凛としてこちらを見てるとか、まあ、あの距離の表し方はこういうふうに非常に長い童貞があるとか、中に川があるとか、いろいろあるんですけれども、まあ、これが離れるという構図です。からこれが導くですね、お母さんがガイドする、非常に大きなお母さんが、まあ、憧れのお母さんであったり、こっちおいでって言ったり、あるいは追いかけていったりする。これはギビングと呼んでいるもので、お金をくれたり、あるいは、光を注いだり、そういって与える関係性。これは鬱という関係性で、巨大なお母さんがバッシングしたりする関係ですね。で今日は特にこの鬱という、一見幼い時の絵なんですが、これ全部幼い時に一見こうハッピーでない、あまり幸せでなさそうな、この一番幸せでなさそうな鬱絵が、どういうふうにライフストーリー、ビジュアルライフストーリーで過去現在未来に変換していくかをちょっと見ていただきたいと思います。まあ、いろいろたくさんあるのですが、日本と欧米のをよく見ていただきましたので、これは韓国のを持ってきました。韓国の大学生もやっぱり同じように絵を描きます。そしてこれが鬱、お母さん幼い時、これが現在ですね。もう現在は修復されていまして、向き合ってお話をしています。これが未来です。まあ、医学部の学生なので、お母さんを将来はこうお医者さんになってみてケアしようというふうにして、修復されていきます。これももう一人の韓国の学生ですが、幼い時お母さんが怖いで、現在もですね、お母さん1月なんで、その試験があるんですが、試験は非常に嫌なんですよね、勉強するの嫌なんで、けどお母さんは後ろで一生懸命拝んでくれてるので、まあ、実は親の額が迷惑だっていう絵なんですけど、未来はまあお母さんが死んじゃってますけど、殺しちゃってるんですけど、それとも未来になったらお母さんに、まあ死んでからで遅いようになるけども、でも親不孝の涙っていう、ね、のコメントがついています。だからやっぱり修復されてるんですね。で若い人だけではなくて、これは中年の女性の絵なんですが、幼い時は、の私と母の関係のイメージで、お母さんは、身体、今日はあまり深く触れられないんですけど、イメージが流れて身体像というのも非常に面白くて、先ほども少し言いましたが、お母さんは自分の体さえなくて、家から、自分たちは外に出てですね、お父さんと一緒っていうのになんですか、ガミガミという声だけが聞こえてくるという、こういう幼い時で、まあ、あまりハッピーと思いませんよね、母は機嫌はいつも悪くて、という絵のコメントがついているんですが、まあ、この人のお母さんはもう亡くなっているんですが、今は母の気持ちが分かる年齢になり、ご苦労様と手を合わせる毎日ですというふうになっています。で未来がまだありまして、お母さん亡くなっても未来があります。未来は私が母のところへ行ったら手を引いて道案内をするという未来図になっています。ですからこういう形で物語によって修復されるということですね。それからもう一つ、私は喪失の語りというのを中心に、より関心を持っているのですが、いない人との関係性、これは老年期の、男性の絵ですが、幼い時は母ちゃんがおねしょしてごめんなさいとお母さんに謝っているんですが、もう亡くなってしまった現在ですね、現在は老年期になってもまだお母さんは助けてくれまして、天国からやってきて危ない、気をつけなさいっていうふうにして、天国からいざとなればやってきてくれるという、そういうイメージを抱いているわけです。もう亡くなってしまっているわけなんですけど、これが実際のお母さんが現れてくれるの、来るのかどうかという今日の、ファクトという問題からすると何だ、まあ、フィクションかもしれないけれども、まあ、そういうイメージでお母さんとの関係を考えているということですが、もっと重要だと思うのは未来がさらにあるわけですね。亡くなってしまったら終わりではなくて、未来があって、未来はやっぱり親孝行になっているんですね。お母さんを抱いて、そして、天国はきれいですねっていうふうに花や蝶々を見せてあげたいという絵になっています。で驚くことに、前このお母さん
さんよりもさらに老いさらばえている、天国でもやっぱり年を取るのかなと思うんですが、あのいずれにしてもいない人との、まあ、そういうのを不在のコミュニケーションと呼んでるんですが、いない人との関係性を私たちは作ることもできて、そしてそれによって、自分自身の人生をより良いものにしていこうとか、そういうふうに修復していくことができるんだというふうに私は考えています。これはアメリカ の, あの大学生 の, あ の, あの幼い時の絵の一つで、お母さんが病気で、そして自分は非常に寂しかったという絵です。うつお母さんではありませんが、やっぱりあんまりハッピーでない、幼児期ですね。この人のお母さんももう亡くなっていて天国にいるんですが、今現在はまだお母さんとの関係がまだできていない。でこれもやはり未来がありまして、未来はお母さんとのコミュニケーションがもっとできるようになるだろう。で母が私を見守ってくれて、私たちは心の中でいつも結ばれているだろうと思います、というコメントなんですね。それで、まあ、最後のまとめに入りたいと思いますが、未来を作るイメージと物語の力ということです。で今まで見てきましたように、私の方法論というか物の見方というのは、まあ、心の形の共通性と多様性、あるいは複数の見方の重ねと良好と言ってもいいと思いますが、まあ、文化の違い、世代の違い、まあ大概どこいろんなところで発表しますと、これだけ共通性を強調していても日本とイギリスはどこが違いますかとかいうふうに違いについて質問されることが非常に多いので、それぐらい私たちは常に他者と比較する、比較するということは常に違いを見出すことだというふうに、やっぱり物の見方をそういうふうな方法論で世界を見ているんだと思いますが、部下の違い、あるいは世代の違い、まあ、発達心理学もその違いを強調してきたわけですが、むしろ共通性に目を向けるというふうな見方ができるのではなかろうかと思っています。で、まあ、私の基本テーマはコミュニケーションなんですが、コミュニケーションというのは共通、コモンのものですね。共通のものを作る営みですので、共通のものを見ていく。まあ、そうしますと人の心は本当に多様で複雑なんですけれども、 しかし、まあ、本当に何千人いなという人たちに絵を描いてもらいますと、なぜこんなにみんなは似た絵を描くんだろうと思うぐらい、人が思い描く心の形の基本形には驚くほど共通性がございます。非常に共通しているのだけれども、だからその基本形は確かにあると思います。これは普遍的と言うべきかどうかわからないのですが、まあ、基本形と呼んでいます。共通する基本形ですね。で、その基本形というものを踏まえながら、その重なり、その変異というのはまた非常に大きくて、そのバリエーション、多様性というのをまたこれは大変趣深いものがあります。まあ、言ってみると人間は似た者同士だけれど、一つとして同じようなということですね。まあ、その両方を見ていけたらいいなというふうに考えています。それからもう一つは価値観の変革と書きましたが、変革と普通言いますと今までの見方を全部、やめて新しいものに一気にイノベーションしていこう、一気に変えていこうというふうに思われるかもしれませんが、そういう意味ではなくて、むしろ違う見方、こういう見方もあるけれど別の見方もあるでしょう、もう一つの見方というのを並行して出していく、あるいはいくつかの見方というものを、多様なストーリーがあり得る、多様なものの見方があり得る、自分はそのストーリーを描かなかったけれど他の人が描いたのを見れば自分の中にもそういうストーリーがあるというのが見えてくるというふうな、複数の重ね合わせ、あるいは良好の視点というものを持っているのが大事ではなかろう。だから西洋的なものの見方で私たちは随分鍛えられてきましたが、もう一つのものの見方を提示することはそれを比例することではなくて、見方を豊かにしていくことだというふうに考えています。それからもう一つはナラティブの力、未来を作るイメージと、イメージと物語は必ずしもイコールではないので、イメージと物語の力、まあ、イメージ
するということ、イマジネーションの力ですね、想像力の力は多分物語の力を超えるんだと思いますが、過去が現在を作るという、まあ、私たちはやっぱり直線的な時間とか原因が結果を生み出すという因果関係の物語で、で世界あるいは人間を考えてきました。それも一つの、まあ、物語というか一つのモデルだと思いますが、まあ、例えば過去経験ですね、幼児期の体験が現在を作ってそれが未来にも影響を及ぼすというふうな、そういうものの見方をしてきたと思います。でそうじゃなくて逆に未来に向かってどういう物語を作るかが逆に U ターンをして現在を作る、これが、まあ、サイクルするわけですね、戻る物語なんですけど、未来から逆に現在ができてくる、違う言葉で言いますとイメージが現実を作るという、そういう物語化の力というものが大事ではないか、イマジネーションの力が大事ではないか、想像力の力が大事ではないかというふうに考えています。先ほど最後にお話ししましたように、不幸な幼児期でも物語の見つけを変えることによって、力を得ることができる、あるいはないもの、あるものだけじゃなくてないものがイメージや想像力を育んでいく、不在のコミュニケーションというのを呼んでいますが、あるものではなくてないものが、持っている、そういったものを大事にしていったらどうだろうかというのが、最後のまとめになります。で、参考書もし関心のある方がありましたらぜひ本を読んでください。外にもいくらか出ております。それからありがとうございました。本当に長い間聞いていただきまして、あるいはこの長い間の研究や教育の生活を支えていただきました、本当に多くの方々に心より感謝申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。